はいはい、ついに、臨月に入りました。妊娠10ヶ月になりました。ほんとついにですね。もう早かったかな。うん。なんか前回の動画で陣痛ってどんな痛みですかとか聞いたんですが、みんなコメントに書いていただいてね、ほんと痛いみたいで聞かなきゃよかった。怖いな、ほんと怖い。でもまあ、あのね、教えてくれた方もいたんですけど、痛い痛いばっかり考えないで赤ちゃんも頑張ってるんだなと思って応援しようと思います。頑張ってくれてる赤ちゃんを。で、10ヶ月になって検診行ってきたんですが、重さが2週間前の重さがね、2160ぐらいから今回2600から2700ぐらいだって言われましたね。めちゃくちゃ今回500g ぐらい2週間で増えててびっくり。めちゃくちゃ増えてますよね。で、一応まだね、今週生まれちゃうと早産になっちゃうけど、来週以降ならもういつ生まれても OK な時期に入るので、で先生もこの重さならもう未熟児じゃないし、いつ生まれても大丈夫ですって言ってもらいました。あ、早く会いたい。次回からの検診は今まで2週に1回だったんですけど、毎週になります。1週間に1回。で、次回からは、NST っていう検査、ノンストレステストっていうのが始まって毎週やるんですけど、赤ちゃんの心拍を調べるのかな、多分っていうのが始まります。なんか20分から30分ぐらいこう中に機械を当てて調べるみたいですね。え、なんかもうついにです。まだ、まあ不安っていうほど不安じゃないけど、まあ、ドキドキはあるんですけど、とりあえず早く会いたい。でも来週の木金旦那が出張でいないので、その時にはまだ出てきてほしくないな。でもまあ予定日まではね、あと1ヶ月近くあるので、帯同とか楽しみながら生活したいと思います。それと、先週くらいかなから、すごいお尻の上の方、なんだろう、ここ腰とお尻の間ぐらい、ちょうど私は左側だけなんですけど、ピキーンって歩くとピキーンってこう痛い時があって、もう本当痛い時は全然動けなくなるんです。あーって。で、なんかいろいろこう調べたら、座骨神経痛に似た症状でした。で、今回の検査で先生に聞いてきたんですけど、まあ赤ちゃんに問題はないので、まあね、出産して治るまでちょっと我慢するしかないのかなみたいな感じで湿布だけもらいましたね。なので、その原因が骨盤の歪みとかから来るらしいので、もしトコちゃんベルトとかね持ってる人は、痛みがなくてもしっかりつけとくことをおすすめします。私もトコちゃんベルト買ったくせに、全然腰痛とか何もなくって、いまだに仰向けで寝てるんですけど、何もなかったから、なんかほとんど、よっぽど歩く時とかはつけてたんですけど、普通の生活の時は全然つけてなくって、なんか良くなかったのかなと。せっかくあるんだからね、つけとけばよかったと思ってます。で、今更なんですけど、つけるとやっぱりなんかそのピキっていう痛みも減ってる気がする。そう、だからもし持ってる方、トコちゃんベルトじゃなくてもね、骨盤をこう締める
ベルトとか持ってる方は絶対つけた方がいいと思います。ぜひで最近運動もちょっと、最近じゃないんですけど、もう怒られてから頑張ってやってた運動も結局いつかな、ゴールデンウィーク明けたぐらいからサボり始めちゃって、体重がね増えちゃうから食事制限はまあそれなりにしてるんですけど、全然ウォーキングとか怠けちゃって、今ずっと犬の散歩ぐらいしかしてないのもあるのかな。運動不足ですね、完全に。でもこれからはもうあとは産むだけなので、できるだけ運動したいんですが、ちょっと梅雨に入っちゃったのでね、家の中でできるスクワットとかちょっとずつやっていきたいと思います。ではまた、バイバーイ。